でございます。まだ暗いですね。今ですね、プノンペン行きのバスに乗ってます。一回ですね、ビザの方が、ビザなしで入ってるんで、まで、ベトナムの方にですね、ビザの方がもうすぐ切れるんで、早めに、ベトナムを出て、プノンペンを、1週間ほど旅してまた戻ってこようと思ってます。はい、いやいいですね、ベトナム。やっぱ落ち着きますね。でですね、いろいろあって、今後は、もうこのままベトナムの方に定住する予定ですね。まだ確定じゃないんですけど、今のところ予定ですね。です。はい。次の、移住地はベトナムでした。はい。でですね、まあ、このまま今回はアンコールワットを中心に、プノンペンの方を、旅していきたいと思います。今日はですね、ほとんど移動なんですけども、明日また、アンコールワットの方で旅仲間と合流して、旅行の方をしたいと思いますので、楽しみですね。それでは、お楽しみに。はい、それでは、バスの方で無事にカンボジアの方に入国できました。はい、こんな田舎道ですね。はい、バスが止まってるんですよ。なぜかというと、もうよくあるんですね、故障ですね。はい、故障。はい、東南アジアあるあるですね。はい、まあ、でもちゃんとね準備してるんで、ベルトの交換みたいでちゃちゃっと直してくれるみたいですね。さすがドライバーさんもバッチリですね、慣れてますね。はい、まあ、そんなこともあろうがと、時間に余裕を持って、スケジュールしてますんで、旅には影響ないですね。大丈夫ですね、まあ、皆さんも慣れてますね。普通にタバコ休憩ですよ。はい、はい、それではゆっくりですね、また、なんだバスで寝ながら、まずプノンペンですね、目指していきたいなと思います。カンボジアの学生さんたちですね。はい、いいですね。もう学校終わったんですかね、10時ぐらいですけど、いいですね。はい、皆さん楽しい感じです。それでは、ゆっくりしたいと思います。はい、それではプノンペンの方やっと到着しましたね。こんな感じ。いやー、トクトクさんに乗ってますね。ただね、バスの時間が、3時半のバスだったんですけど、今もう4時15分なんで、だいたい1時間ぐらい遅れてますね。はい、で、まあ、ちょっととりあえずバス会社に行って、まあ、どうなるかっていうところですね。はい、まあ、しょうがないですよね、まあ、車の故障、バスの故障っていうのも、まあ、予期せぬことなんで、まあ、ここでなんとかなればいいんですけど、なんとかならなかったらまたそれで考えるっていう感じですかね。まあね、それも旅の一つですよね。はい、なるようにしかならないんで。はい、ならなくてなんか、ね、そこで怒っても何も解決しないんで、うん、ね、そうなった時またいろいろ考えればいいだけなんで。はい、まあ、最悪は、ね、バイクか車借りてシェムリアップまで移動すればいいだけなんで、まあ、それだけのことなんで、はい、大丈夫です。それではですね、まずバス会社の方に行ってみたいと思います。はい、それでは、バス会社の方に行ったらですね、チケット取れましたのでよかったです。まあ、買い直しなんですけども、まあ、ただね、レンタルバイクで、まあね、このまままたシェムリアップまで行くよりは全然いいと思います。もうクタクタになりますからね。はい、まあ、それではですね、バスの時間を待って、それから、シェムリアップの方に行きたいと思います。それでは元気出して行きたいと思います。はい、お楽しみに。あ、そうです、こんな感じですね。こんな感じね、このコーヒー、路上コーヒー屋さんですね。こんな感じ。もうね、営業終わるんですけども、一杯入れてくれましたね。はい、街もね、ちょっとね、プノンペンの方発展してきてますね。乗ってるバイクなんかがちょっと高いのになったり、あと建物なんかも結構新しいの建ってきてますね。高層ビルも少し建ってきてます。いいっすね。ただどうなんだろう、中国資本が結構強かったんですけども、まあ、そこが弱くなるんで、うん、今後インド資本が入ってきてるんですかね、ちょっと分かんないですけど、まあ、さっきもね、マレーシアの人もいましたし、そういった形でいろんな国がまたカンボジアに入ってくるんじゃないかなと思います。いい国ですね、楽しいですね。
な、ね、ちょっと不思議で、あのリエルっていう国あの通貨があるんですけど、リエルと米ドルを扱っているので、今まあ注目されているところではありますね。はい、それでは、バスの方を待って乗って帰りたいと思います。はい、おはようございます。昨日ですね、最後ね、あのもうシェムリアップに到着してもう疲れて寝ちゃったんでですね、朝になって朝今ビデオを撮ってるんですけど、いやー遠かったっすね。まあ、でもね、あの無事に着いてよかったです。はい、相変わらずいいですね、ここはね。はい、じゃそれではですね、2日目、旅仲間と合流するんで、そこからまた楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。